釣れるじゃん。はい、皆さんこんにちは。今回もご視聴ありがとうございます。今回は愛知県の渓流でフライフィッシングを楽しんできました。まあ、雨がここのところは続いてたので、かなりですね、水が濁ってます。まあ、そんな中ですね、ダメ元でですね、ちょっと来てみて、フライ流したらですね、ちょっと小さいんですけども、川睦さんたちがですね、遊んでくれました。今回はですね、ニンフではなくて、ドライなんですけども、半分針の部分ですね、針の部分が、お尻の部分がですね、沈んでるタイプで、ポストと言われるですね、針の頭の方にですね、ちょっと浮く素材のものをですね、つけてですね、針半分沈んでるような感じですね。そんなフライをですね、作ってみたんで、それを試しに使ってみたところ、結構連続して釣れましたので、動画にさせていただきました。こんな感じでですね、16、17ですかね、ぐらい のサイズです。で、使用したタックルは、ダイワさんから出てるですね、初心者用のフライロッドと、それからリールですね。3番の 8.6 フィートですかね。で、3番のフローティングラインフライラインをつけています。リーダーはティブコさんの、6X ですね。それに 7X のティベットをつけてます。結構がっつりですね、くわえてましたので、針を外すのがちょっと手間取ってしまいましたが、こんな感じですね、針がしっかりかかっちゃってます。こちらの渓流はですね、キャッチ&リリースの区間です。で、ちょっと遠目ではですね、アユを釣られてる方も何名かいらっしゃいました。私が今ここやってるところは結構激流に近いところですね。堰が近くにありまして、その堰から流れてくる、滝のような感じですね。その堰 その勢いがですね、そのまま流れになっているようなところで、結構流れがきつくてですね、で、流心の向こう遠い面ですね、ちょっと渡っていけれないんですけども、そちらの方にフライを投げて、それで流心にかかる直前ぐらいのところでヒットするっていう、そんなような作戦でちょっとやってみました。今回は及川さんの方はですね、ちょっと
お顔を見れなかったんですけども、カームスさんがですね、あの結構あの、まあ、入れ食いじゃないですけど、まあ、短時間で、ここ今回は1時間程度ぐらいしか釣りはしてませんので、まあ、結構いいペースでポンポンと釣れてきたかなって感じで、ポイントもそんなに移動することもなく、まあ本当に数メートルぐらいちょっと移動したぐらいで、ほとんどもう同じような場所でヒットしてます。やっぱりやつ ロッドがですね、やっぱ軽くて、まあ、短いも短いっていうのもありますけども、あの軽いので、あのなんすか、何ていうの、よくしなりますし、こんなちっちゃいですね、あのカーブスさんでも、まあ、直前まで来ると結構あの引きがね楽しめるといいますか、うん、あの釣ってる感があるっていうな、そんな感じでね、あのすごく楽しいです。で、魚自体がですねすごい綺麗なんですよね。あの本当にあの繊細なこの鱗ですかね、あのものすごいあの何て言うんでしょうね、綺麗なその干渉に耐えうる魚ですよね、渓流魚っていうのは、まあ、大きさ関係なくですね、まあ、あのほんとこうやって遊んでくれるっていうことはですね、大自然の恵みにですね、あの感謝をしなければいけないなってことで、このようなね川があの何十年も先、これから何百年も先、もうあの地球がまだあの地球がね、あのある限りですね、あのこういう環境をずっとですね、次の世代、またその次の世代に残していくようなね、そんなような思いをこうちょっと馳せながらですね、釣ったりなんかして、とまあ自己満足ですけども、もうあの釣りを楽しんでます。ここはですね、あの、まあ、川場はそんなに広くないもんですから、あの点から仕掛けなんかでもあの十分釣れたりすると思いますので、あのまたそうですね、まあ、あの点からの方もねちょっとあの仕掛けとかありますので、あの点からでもチャレンジしてみようかなと思ってます。感じでですね、次から次へとですね、同じフライで釣れちゃって、で一回一回ですね、あのフロータントとかつけてるわけでもなく、最初にまあドレッシングをしまして、ラインのラインクリーナーとかで最初にまあちょっと手入れしまして、そこからもうずっと釣り続けてるって形ですね。でこの、 あのフライのいいところは、あの浮力がですね、あのすごいいいんですよね。高くてもう何回でもあの使えますので、いちいちですね、あのフロータントつけなくても、まあ、そんな感じでですね、今回はですねこの辺りで失礼いたします。どうも今回もご視聴ありがとうございました。またあのチャンネル登録の方もしていただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。失礼いたします。Yeah.